私をいじめたいと思うなら、ぜひあの人たちの動画をどんどん見て、応援してあげてください、あちらの方ね。はい、私、それによってまた傷つきましたから、傷つきますからね。嬉しいでしょ、そしたらアンチの方々ね。はい、ですから、そちらを盛り上げて差し上げてください。有馬なんとかですか、常念ですか、知らないですけどね。他にもいっぱいあるでしょ、私の悪口じゃ。なんとか猫ですか、はい、猫がかわいそうだっちゅう。はい、そういうことですね。はい、まあ、サリナもそうですね。誰や、お前っちゅう話ですよ。はい、ということでね、米山ね。で、米山だって、私だって米山が何言ってるか知らんわ。だって、米山はブロックしてるか知らんわ。この間、有馬さんに言われて初めて聞いたわって。米山が、なんだっけ。私が、あれですよね、アメリカの、キャンパスで起こってる、ガザを救えデモにお金が入ってるっていう話をね、言ったら、飯山あかりが自分が金で動いてるからみんな金で動いてると思ってるんだみたいなことを書いてたとか言ってて、いや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 、金入ってるの事実ですから、何言ってんのって話ですよ。あんたちょっとぐらい英語読めんでしょ、頭がいいのは売りなんじゃないの。まあ頭はまあでも英語読めないのかな、わかんないけどね、情報収集できないのかな。金が入ってるの事実ですよ、そんなことも知らないのって話ですよ。それまた知らないでね。米山なんていうのは私のストーカーですよ。ずっと私のストーカーやってたんですよ。ブロックしてもブロックしてもね、別のアカウント使って私のね、ツイートを覗き見てね、悪口ずっと書いてきた。これが米山ですよ。今何やってんですか？どっかの議員やってんですよね。でも今でもそういうことやってると。気持ち悪いですね。金で女を買った男がね、人のことを、お前金で動いてるから。誰でも金で動くと思ってんだろうって。お前だけには言われたくないっていう話ですよ。気持ちの悪い男ですよ、本当に。心底気持ちの悪い、卑怯な男ですよ。これが議員やってるんですよ。皆さんの一生懸命働いて納めた税金が、あの男に毎年何千万も使われてるんですよ。これが日本の民主主義ですよ。皆さん分かりますかっていう話。もうね、そんなんばっかしですよ。はい、ですからね、まあまあまあ、私は、まあ私なりに戦っていきます。はい、どんなにやられても、いじめられても、やりますよ。はい、ですから皆さん、私を応援した人、せめて私の邪魔をしないでください。はい、ということはね、お願いしたいと思います。私のアンチの人は、まあせいぜい、アンチ活動頑張ってください。はい。あんたのとこにも行くかもしれないからね。そうなのかもしれない。覚悟しなさいって話です。名前伏せてればわかんない？そんな甘い時代じゃないんですよ、あんた。わかってますかっていう話ですよ。はい。どういう罪を負うことになるんだか。どういう罰を受けるんだか。その時に気づけばいいんですよ。はい。皆さん。覚悟してくださいよ。はい。ちゅう話です。まあね、どんどんね、やっていくからね。はい、私はね、何期虫もね、負けない女なんですよ。はい。いろんな敵と戦ってんですよ。スライム激化と戦ってきたんですよ。あんたみたいなのに負けないよ。ちゅう話ですよ。はい。舐めてもらっちゃ困るんですね。はい。ちゅうことでね、皆さん、よろしくお願いします。ということで、明日はもうちょっと楽しい話ができたらいいなーっていうふうに思ってます。マジ4年はマジムカつくな、あいつ。何なんだよ、あいつって話ですね。あれ、どこの議員なの？どっかの党に属してんの？なんかもう考えるのも気持ち悪いわ、なんか。何なんちゅう話。ほんと気持ち悪いわ。とことん気持ち悪い男だわ、あれ。はい。もう言ってもいいでしょ、だって。立憲なの？ああ、さもありなんだね。弱者の味方。ああ、って話です。気持ち悪いわ。ということでね。まあ、ということで今日はね、これで終わりにします。はい、皆さん、ちゃんとフィードバックをしておいてください。はい、じゃあまたねー。